ピサ級巡洋艦、ピサ級巡洋艦、ピサ級巡洋艦、インクロシートは講座とクラースピサは、イタリア海軍の総攻巡洋艦の艦級。本級は二等戦艦、海外では総攻巡洋艦に、類別として第一次世界大戦前に講させたもので、ある。本級は、ジュゼッペ・ガリバルディ級、ギューセッペ、ガリバルディクラスの級から12番艦として予定されたが、 他国の装甲巡洋艦の発達に対応して、1万トン級の大型の船体に強力な武装を持つ新型艦して改め設計された。基本設計は、同年代の全土級戦艦、レジナ・エレナ級の放送日を小型化し、装甲を減じ、代わりに速力を2ノット増加した艦として、設計士艦、ジュゼッペ・オルランドの手により見えられた。本級の船体は、典型的な、 平甲板型船体を採用している。艦首から構造を記述すると、艦首水面下には未だ昇格、ラムがついている。艦首甲板上に、主砲のアームストロング 25.4cm40 口径砲を、くさび型の連装砲塔に収めて一機を配置。その背後から、武骨な司令塔の基部から、上部構造物が始まり、その上部に両側に、 小型の船橋、ブリッジを持つ環境が立つ。船体中央部には等間隔に並んだ三本煙突が立つ。煙突の周囲には管内への吸気用として、キセル状の通風筒が立ち並ぶ。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、三番煙突後方には、短脚式のマストの基部についた、ジブクレーンに機により運用された。複方の19.1センチメートル速射砲は、 楕円筒型の連装砲塔に収められて、上部構造物の四隅に一基ずつ、計四基が配置された。関西堤置き場の後方に、後部環境が配置されたところで、上部構造物は終了し、後部甲板上に2番 25.4cm 主砲塔が、後ろ向きに一基が配置された。耐水雷堤用の 7.62cm 速射砲は、異界の広い構造物上に、 乾燥砲がで片銀八機ずつ、計十六機が配置された。また、船体内に四十五センチメートル魚雷発射管が、艦首に一門、原則に一門ずつ、計3門が搭載された。この武装配置により、前後方向に、最大で二十五点四センチメートル砲二門、十九点一センチメートル砲四門、七点六二センチメートル砲四門が、試行でき、左右方向に、 最大で 25.4cm 方4問 19.1cm 方2問 7.62cm 方8問を試行できた。ピサのみ1917年に紹介装された折に、環境に方位測定器が設置され、方線式装置の設置と、断着観測の必要性から、環境の背後に短脚式の全部マストが追加された。 同時に 7.62cm 速射砲2機と 4.7cm 速射砲全8機が撤去され、代わりにアンサルド 7.62cm 40口径広角砲が単装砲がで6機が搭載された。1925年に水蒸気1機を搭載した。本級の手法は協力でアームストロング社の新設計の1九百八年型 四十五口径砲を採用した。疑似巡洋戦艦とも呼べる日本海軍の筑波型と伊吹型を除けば列強の装甲巡洋艦最強クスであった。その性能は重量二二百十七点零キログラムの砲弾を最大行二十五度で射程二万五千メートルまで届かせるという当時としては大射程を持っており、これを連装砲塔に収めた。不要能力は 行角25度、深く5度である、旋回角度は、船体守備戦方向を0度として、左右150度の広い旋回角度を持つ。方針の不良、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分2.6発である。副砲は破壊力を重視して、アームストロング1908年型19。 センチメートル四十五口径速射砲を採用した。その性能は重量九九十キログラムの砲弾を最大行二十五度で射程二万二千メートルまで届かせるという射程を持っており、これを連装砲塔に収めた。不要能力は行二十五度、深く五度である旋回角度は旋回守備線方向を零度として百六十度の広い旋回角度を持つ。 方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分2.6発である。その他に、耐水来艇用に、アームストロング7.62センチメートル40口径速射砲を採用した。その性能は、重量5.87キログラムの砲弾を行角40度で、 射程一万七百四十メートルまで届かせるという射程を持っており、これを単装砲画で十六機搭載した。不行能力は、行角四十二度、深く十度である。旋回角度は三百六十度の広い旋回角度を持つが、実際は上部構造物により社会に制限を受けた。方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。 発射速度は、毎分15発である。近接火器として、ビッカース射星、4.7cm、50口径、速射砲を、単装砲がで2機2門。対艦攻撃用に 45cm、水中魚雷発射管を単装で3機を装備した。竣工後に、ピサノミ、対空火器として、アンサルド1917年型 7.62cm、 40口径広角砲を採用した。前述のアームストロング社の 7.62cm 速射砲をアンサルド社がライセンス生産したものを砲画を改良して広角砲としたもので、その性能は重量 6.5kg の砲弾を行角42度で射程1万メートルまで行角70度で高度5790メートルまで届かせられた。 これを単装砲画で6機搭載した。不要能力は、行角75度、深く10度である。旋回角度は360度の広い旋回角度を持つが、実際は、上部構造物により社会に精を受けた。方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分15発である。艦隊は、 平ら板型を採用、火事は手段のみである。本艦の防御装甲は、同世代の装甲巡洋艦に比べ、1万トン台という排水量を考えれば、極めて強固であり、原則装甲圧に 100mm という値を、各国の艦と比較れば、防御に優れるイギリス艦の 152mm、ドイツ・フランス艦の170から 180mm に勝って、 欧州最高峰であった。唯一被権するのが大日本帝国海軍の筑波型巡洋戦艦、春光寺は装甲巡洋艦に属しいたの1 0 3 m、mm、m くらいであった。本級のシュボイラーはフランスで開発され、各国に採用されたベルビール式石炭、重油根性艦22機で、ボイラー室は2つの横隔壁により3室に分断されておりボイラーは、 1> 第一ボイラー室に六機、第二、第三ボイラー室に八機ずつ配置され、煙突は1室ごとに1本で、計三本が建てられた。その後方に推進機関として、直立型四機等三段膨張式レシプロ機関二機を、組み合わせ、二軸推進で、ピッサの大焼け身において、最大出力二万八百八馬力で、最大速力三点4ノットを発揮し、常用二万 HP、 速力23ノットとされた。燃料消費量から速力12ノットでの航続距離は2672回時と算出された。イタリアで建造された装甲巡洋艦は航続距離が他国走行巡洋艦に比べて極端に短いのが特徴であるが、これは 地中海での行動を念頭に置いて設計されたイタリア総合巡洋艦の特徴で短い航続距離特に問題ではなかった。後に巡道警官としてギリシャ海軍にイエロギオフ・アベロフが建造され輸出された。オルランド社リボールの造船所にて1905年2月20日に寄港、1907年9月15日に浸水。 1909年9月1日に収益。1921年に解剖戦艦に類別変更後は1925年から練習艦任務に就く。1937年4月に除籍後、解体処分。オデーロ社ジノバゾ戦所にて1905年7月24日に、寄港、1908年5月5日に、浸水、1909年9月1日に収益。 1915年7月7日にアドリア海北部にてドイツ帝国海軍 u ボーと UB-14 の来撃により撃沈。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。